中国共産党、中共による香港の選挙制度の侵食が進み、民主派の政治参加の余地を大幅に減少させたことを背景に、香港の時事評論家唐傑氏は、香港のビジネス界のトップや新北京政治家でさえ、中国共産党が彼らを使い果たして捨てることを心配していると述べた。彼はボイス・オブ・アメリカの報道で、中共のこれまでの奇跡に基づき、喫水の香港エリートは今後、中共によって阻害され、 代わりに非香港人が将来的に統治チームのトップに上り詰めるだろうとの考えを示した。記事ではクレアモント・マッケナ大学のマイケル・ペイ教授が日経エイジアンレビューに寄稿した記事を引用し、中国政府が香港の体制やビジネスコミュニティを軽視する姿勢は今後も続くだろうと述べている。彼は中国政府が昨年香港版国家安全保障法を制定した際、香港政府高官と協議しなかったことや、 香港の選挙法改定の過程で、新北京の香港エリートを排除したことを述べ、今後も続くと考えている。香港の時事評論家、桃傑氏がボイス・オブ・アメリカに語ったところによると、中共は歴史的に見ると、上海でビジネス界の信頼を得た後、彼らを打撃し、香港返還時にもビジネス界のエリートを引き寄せたが、アリババ創設者のバ・ウン氏でさえ、中共から信頼や親切さを得られず、 香港で生まれ育ったエリートは言うまでもないという。桃傑氏は香港のビジネス界のリーダーが中共から阻害されているというのは決して単なる噂でないと語った。香港行政委員は4月13日、選挙制度を改正する法案を可決した。 行政長官の選出と立法委員40名の選出を担当する選挙管理委員会の委員数を1500名に増やし、選挙管理委員会の5つの部門に、いわゆる国と香港を愛する団体の議席を追加した。香港の不動産業者はこれまで、香港行政長官選挙の結果を左右するのに十分だと考えていた。しかし、選挙委員会が中央政府中香港連絡弁公室、 中弁連の直接の支配下に置かれ中国政府は香港の経済界と同盟を結ぶ必要がなくなりつつあるとの見解を示した。最近では香港のビジネスエリートに対する中国政府の態度を使い果たして捨てると表現する人もいる。唐傑氏は新しい選挙制度は香港の商工業界と不動産界の利益を明らかに分離し阻害している。何よりも香港のエリートを不安にさせる兆候があると述べた。 香港城市大学のジョセフ・チェン元政治学教授は、中共が香港に対してより直接的な支配権を握るにつれて、今後、中誠度の高い中国人員が香港統治チームの主要メンバーに起用されるだろうとの見解を示した。ジョセフ・チェン氏は、香港の新北京陣営は中国政府から真の信頼を得ていないと述べた。今のトップの人々は、実は当時のイギリス領香港当局に育てられており、 変換時にイギリス領香港陣営を離れて新中京陣営に入っただけで忠誠心も疑わしいと述べた。歴史的に大資本家は中共の批判の対象であり、新北京陣営の香港の大資本家が外国のパスポートを持って資産を外国に移転する行為は中共には耳を貸さないという姿勢の表れだとみなされている。香港に残ることを選択したエリートたちは現実を直視しなければならないと唐結氏は語った。 残るためには、香港の中国資本や公職資本と一時的に提携するしかないが、彼らの持ち分はますます薄くなるだろうとし、第一に個人に対する非難を避けること、第二に個人企業の財団に対する非難を避けること、第三に香港の地元財団階級全体が非難されることを避けることだ。肉はまな板の上にあるから気に入らなければ出て行っても構わない、と述べた。